マイケル・エルガンはカナダの男性プロレスラー。本名、アーロン・フレーベル。オンタリオ州トロント出身。妻は女子プロレスラーのミスシェフ。2004年、16歳でプロレスデビュー。2005年以降はアメリカ合衆国、カナダのインディー団体を転戦し、2007年にローに初参戦する。2010年よりトゥルース・マルティにるハウス・オブ・トゥルースの一員として、 同団体にレギュラー参戦する。2011年に同団体と正式に選手契約を交わし入団する。サバイバル・オブ・ザ・フィットテストに出場し優勝を果たした。2012年5月25日、プロレスリング・ゲリラに初参戦を果たし、ウィリー・マックとシングルマッチで対戦したが敗戦。2013年1月12日、 PWG 主催のタッグトーナメント DDT4 にブライアン・ケージとのタッグアンブレーカブル・ファッキン・マシンズとして出場。1回戦で PWG 世界タッグ王座を保持するスーパースマッシュ・ブラザーズと対戦。この試合に勝利を収め、同時に同王座の第27代王者目に輝く。同日、準決勝戦にてヤングバックスと対戦するも敗戦。 同時に PWG タック王座から陥落した。6月に女子プロレスラーのミスシェフと婚約を発表し、7月4日に結婚した。2014年5月17日、ロー新日本プロレスの合同工業、ウォー・オブ・ザ・ワールズのメインイベントに出場。アージ・スタイルズが保持する IWGP ヘビー級王座に挑戦し、全 IWGP 王者である岡田和地下を交えた。 トリプルスレッドマッチで対戦。試合はアージからピンホール負けを喫し、王座ダッシュとはならなかった。6月22日、ベスト・イン・ザ・ワールド2014にて、アダム・コールが保持するロー世界ヘビー級王座に挑戦。この試合に勝利を収め、第20代王者に退官した。以降は、マット・ハーディー、ロデリック・ストロング、カイロ・ライリー、セドリック・アレキサンダー、サイラス・ヤング、 トーマス・シャンパーを相手に防衛を重ねていく。9月6日、オールスター・エクストラバガンザ6にて、ジェイブリスコを相手に8度目の防衛戦に臨んだが、ピンフォール負けを起死王座から陥落した。2015年7月、新日本プロレス主催のリーグ戦、G1 クライマックスに初出場、7月20日より、同団体に初参戦を果たす。 リーグ戦では4勝5敗という成績で予選落ちに終わったものの驚異的なパワー殺報を各地で披露しファンの心をつかむ。同年11月、新日本が主催するタッグリーグ戦、ワールドタッグリーグに棚橋博史とのタッグで出場した。2016年3月3日、ニュージャパンカップ開幕戦の試合開始前、エルガンが新日本と2年契約を交わし、 同団体に入団したことを発表した。同日、NJC1 回戦にて、天山広吉を相手に新日本所属デビュー戦を行い、エルガンボムでピンフォール勝ちを収めた。翌4日、2回戦では、バッドラックファレにも勝利を収めたが、12日の準決勝戦で、後藤博大を相手に敗戦した。4月10日、インベージョンアタック2016にて、棚橋、 吉達とのトリオで、ネバー無差別級6人、タッグ王座を保持するジエリートに挑戦。最後はニックからピンフォール勝ちを収め、第5代王者組に退官する。試合後、リング上でオメガと一触即発の睨み合いとなり、オメガの保持する IWGP、インターコンチネンタル王座をかけたタイトルマッチで対戦することが決定的となった。4月27日、 ロードツーレスリングドンタク2016博多スターレーン大会にて i c o 王座を保持するオメガに挑戦。試合終盤にエルガンもリング上から場外に設置されたテーブルに向かってのパワーボムを見舞うといった荒々しいファイトを展開したが、最後はオメガの変欲の天使でピンフォール負けを喫し、エルガンの王座ダッシュとはならなかった。その後 i c 王座の期挑戦者として、 棚橋の名前が上がり5月21日に両者の前哨戦が組まれたが、この試合後に棚橋がバレットクラブの面々より左肩を負傷し、シリーズを欠場することになった。棚橋の代わりとして、エルガンが代理挑戦者として名乗りを上げ、再びオメガと対戦することが決定した。6月19日、ドミニオン6.19イン大阪、ジョーホールのセミファイナルに登場し、 ラダーマッチ形式のタイトルマッチで、オメガの保持する i c o 王座に再挑戦。ハードコアな攻防が続く中、エルガンは試合終盤で乱入してきたヤングバックスの手によって手錠でコーナーに拘束され、窮地に陥るも力づくで手錠をぶち切り、ラダーに登っていたオメガごとラダーを下押し倒して場外へと排除。すぐさまラダーを立て直し、天井にぶら下がった。 ICO 王座をダッシュし、第14代王者に退官した。6月23日、メキシコに遠征資源地でルチャリブレエリートが主催するトーナメント、カンペオナートムンディアルエリート2016に出場。1回戦でジンダーマハルと対戦し、勝利を収めた。翌々25日、2回戦でリオラッシュ、準決勝戦でブラムを制し、決勝戦でボラドールジュニアと対戦。 エルガンボムでピンフォール勝ちを収め、同大会を優勝し、初代リーガイリーテ世界王者となった。2年連続 G1 クライマックスに出場、優勝決定戦に進出したオメガラに勝利し5勝を挙げた。9月25日、IWGP インターコンチネンタル王座戦で内藤哲也と対戦して敗れ、王座を逃した。2018年6月9日大阪ホールにて、 ネバー無差別級3上マッチで、大地から3カウントを奪い、見事17代ネバー無差別級王者となった。8月12日、日本武道館で開催された G1 クライマックス28は A ブロック予選を勝ち点6で同点再開5人のうちの1人となって敗退。同年春に手に入れた立派な筋肉に反した不成績に終わった。2019年3月31日をもって、 契約満了につき、新日本プロレスを退団。2019年11月2日、両国国技館にて新設された GHC ナショナル王座の初代王者決定戦でノア発進出。杉浦隆に敗れたが強烈なインパクトを残す。2020年1月4日、隣の東京ドームで古巣の新日本が興行をする中、高楽園ホールで中島勝彦と、 久しぶりのシングル対戦に勝利。翌5日には、井上正夫をわずか8秒で秒殺した。エルガンボム町対空式、ブレーンバスターハット ABCDE、戦士名鑑新日本プロレス公式サイト。2015年8月8日閲覧。AB、週刊プロレス2015年12月7日、合造館、プロレスラー写真名鑑号2016、ページ7。スラム。 レスリング、マイケル・エルギニエ・ヤング・オルド・タイマー。スラム、スポーツ、2017年2月10日閲覧。ロー新日本プロレス、ウォー・オブ・ザ・ワールズ。新日本プロレス公式サイト。2014年5月17日閲覧。G125、今年の G1 クライマックス25出場メンバーが決定。新日本プロレスワールドで、全19大会を完全配信。 新日本プロレス公式サイト。2015年6月7日閲覧。棚橋とエルガンがタッグ結成。ナイトーエビル、ローカラジアディクション、キングダムがエントリー。ワールドタグ出場チーム公式戦決定。新日本プロレス公式サイト。2015年11月9日閲覧。北にオーナーが発表。J カップ開催。柴田とエルガンが。 選手契約。新日本プロレス公式サイト。2016年3月3日へずら覧。第2試合例産。0319時東京。大田区総合体育館ニュージャパンカップ 2016. 新日本プロレス公式サイト。2016年3月3日へずら覧。第7試合例産。0418時30分。東京。高楽園ホールニュージャパンカップ 2016. 新日本プロレス公式サイト。2016年3月4日閲覧。第5試合例3。1217時青森。新青森県総合運動公園前イダーアリーナ。優勝決定戦青森朝日放送会局25周年。記念事業ニュージャパンカップ 2016. 新日本プロレス公式サイト。2016年3月12日閲覧。第6試合例4。 1016時東京、両国国技館、インベージョンアタック2016。新日本プロレス公式サイト。2016年4月10日へ図覧。ケニーがエルガンを挑発、インターコンチ戦で激突か新日本プロレス公式サイト。2016年4月10日へ図覧。第7試合レ4、2719時福岡、博多スターレーン。 ロードツーレスリングドンタク2016新日本プロレス公式サイト2016年4月27日閲覧ケニーが棚橋の肩をパイプ椅子で選んだ危険な状態に新日本プロレス公式サイト2016年5月21日閲覧お詫びとお知らせ棚橋博が左肩負傷によりドミニオン6.19イン大阪ジョホール大阪城 ホール大会を欠場。マイケル・エルガン選手が i c o 王座に挑戦。DM16。新日本プロレス公式サイト。2016年6月12日閲覧。第8試合06。1916時大阪。大阪城ホールドミニオン6.19イン大阪。城ホール。新日本プロレス公式サイト。2016年6月19日閲覧。 メキシコの最強トーナメント、カンペオナートムンディアルエリーテ2016参戦の、クシダ、エルガン、タマが1回戦突破。新日本プロレス公式サイト、2016年6月24日閲覧。エルガンが、カンペオナートムンディアルエリートを制覇し、初代リーガーエリーテ世界王者に、クシダ、トンガはボラドールに敗戦。 CMLL6.25 アレナメヒコ大会結果。新日本プロレス公式サイト。2016年6月26日閲覧。週刊プロレスナ、no. ンバーワン9722018年9月4日。増刊 P23。お知らせ。マイケル・エルガン選手が契約満了につき。新日本プロレスを対談無レイブルオフィシャル。ウェブサイトバイオグラフィー。ありがとうございます。